カープライムでは毎週注目の車、気になる車を紹介しています。ぜひチャンネル登録、そしてもしよかったら高評価よろしくお願いします。カープライムナビゲーターの川西圭介です。今日は日本とイギリスを代表する素晴らしいスーパースポーツカーを、紹介したいと思うんですが、なんとですね、この方をゲストにお招きしております。土屋圭一さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こういうのね、買う方が結構いるからすごいですよね。本当だよね。本当だよね。この前も動画見てたんですよ、あの中古車屋さんの動画で、うん、でこれをオーダーして半年待って買った、4000万ぐらい買った人がいて、うん、もうその人が1週間で手放しちゃったんですって。でなんでって言ったら面白くなかったっつって、なんかもうちょっとフェラーリのようなワンっていうのをもしかしたら求めたかもしれないですけど、まあね、お金持ちはやっぱ分かんないですね。はあ、面白くなかった。面白く、つまんなかったって。面白みはないよね。まあそういう車じゃないですか。うん、面白みはない。あ、だから我々からすると、安心して飛ばせる車。ああ、なるほどなるほどなるほど。ルマン乗ってて楽だったもんね。やっぱそうなんですか。本当ルマン乗ってて楽。 NSX なんかもう本当にこうカミソリみたいにピッ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 ってこうすげえ神経を集中して研ぎ澄ませないと。それが楽になったって。楽だけど、まあだからタイムは出てるってこと。もちろんもちろん。ちょっと転がしてみた感じの感想はどうですか。まあ普通に普通に普通のか、うん、普通の車だよね。普通の車、なるほど。構える必要がないよね。ああ、そうですね。そこが我々にとっては安心っていうか、楽。同じその200キロのコーナリングした時に、俺はフェラーリやランボよりも割と安心して走れる車だと思うな。なるほど。どうですか、ブレーキなんか。僕もさっき言いましたけど、僕ら普通のドライバーが運転するとやっぱちょっと踏まないと効かないなっていう感じがまあしたんですけども、それはもうマスターバックとかそういうのがあると思うし、はい、あとはやっぱりそのカーボンのモーターっていうのは温度が上がった時のため。だから本当にそのなんだろう、ピュアスポーツ以外はあんまり必要ないものなんだよね、カーボンブレーキって。だから普段は乗りにくいと思う。ああ、カーボンブレーキっていうのは、でもここのところはここ何年かでもこういう普通に乗れるようになったよね。ちょっと甘いかなぐらいで。ああ、前昔のカーボンブレーキはもっと最初熱がいないと全然効かないみたいな。冷えてる時なんか踏んでも壊れてんじゃねえのこれ。うわいっちゃうよみたいな。ちょっとじゃあスポーツモードを入れてみていいですか。はい、これでモード変わったと思います。メーターの色が変わった。はい、この色見て回転の落ちとかも早いですね。はい、いいエンジンだよね。品がいいよね。ああ、そうですか。確かに。ただやっぱりこの車に乗ったらどうなんですか。やっぱりこうサーキットを走らせてみた方がいいよって感じなんですかね。いや、もうスーパーカーに乗ったら、はい、スポーツカーに乗ったら一度はやっぱりサーキット走んないとね。そうですよね。自分の車がどれだけすごいのかっていうのはさ、サーキット行かないと分かんないからね。そうですよね。いいね。いや、ちょっとターボが効くとやっぱりそうだね。すごいですね。いや、鳥肌立つわ今。すごい。早いよね。やばいやばいやべえ。ちょっとこれは。うわ。いや、だからそういうのよくできてる。そうですね。馬力をちゃんと路面に伝えてくれるわけじゃん。ああ、そうですよ。怖さがないですね。そうそうそう。やっぱ今こう踏み込んでなんかロスしてるとかそういう感じはやっぱ感じないですか、運転してて。はい、しっかりやっぱり推進力に変えてる感じでしょ。うん、そうね。普通だったらホイールスピンを着て、お尻